ああ、更衣室とイベント会場は離れすぎ。まあ、でもこの人通りだし、まさか誰かに会うなんて。あれ？早川さん？休日に会うなんて、奇遇だね。早川千夏、22歳。うちの会社の上司に、オタ活がバレました。人違いです。私は早川などではありません、主任。ほう、コスプレ会場。なるほど。そういう服ってどこで買うの？私は自分で作ってますね。いやー、でも早川さん来る。オタクの聞きたくない言葉が。早川さん、かっこいいね。かっこいい。うん、すごくかっこいい。